時刻は6時半です。沢田研二最新ニュースのお時間です。メモジュリニュース1830。世界でも活躍されましたアートディレクターの石岡英子さん。石岡さんの美術展が兵庫にて開幕。沢田研二さんのお写真も展示されているようでございます。本日はそちらについてご紹介させていただきたいと思います。昨日9月28日土曜日より兵庫県立美術館にて開幕されました特別展、石岡英子愛デザイン。石岡英子さんが1960年から80年代の仕事を中心にセンセーションを巻き起こしたポスターや CM、 アートワークからスケッチまで400点以上の作品を一挙公開というこちらのイベントとなっております。ウェブ版美術手帳のサイトより9月28日の記事、特別展石岡英子愛デザイン兵庫県立美術館開幕レポート、今現代を生きる石岡英子の仕事を見る、こちらの記事の中に沢田研二さんの写真が3点ほど掲載されております。こちらの展示風景がご紹介されておりますけども、ジュリーの写真に関しましてはファンの皆様ご存知だと思われるんですけども、1980年に石岡英子さんが演出を担当されました沢田研二さんの写真集水の皮膚の中からの3点かと思われます。本当に圧倒的なねアート美というか、沢田研二さんの色気もたっぷりの写真となっておりますけども、こちらの動画の概要欄に美術手帳の URL をつけておりますので、よろしければそちらからチェックしてみてください。こちらのイベントなんですけども、昨日9月28日から開幕、現在は開催中となっております。12月1日日曜日の開催までとなっておりますので、まだ期間がございますので、ジュリーの写真をきっかけに石岡英子さんの圧倒的なアートワークをご覧になられるのはいかがでしょうか。休館日は月曜日、ただし10月14日の月曜日祝日、11月4日月曜日の振替休日は開館、10月15日火曜日、11月5日火曜日は休館となっておりますのでご注意ください。開館時間は午前10時より午後6時まで、入場は閉館の30分前までとなっております。会場は兵庫県立美術館企画展示室となっております。観覧料は一般の方で当日券のみの販売となっておりますが、1600円となっております。大学生、高校生以下、70歳以上、障害者手帳等お持ちの方、団体20名以上のお方は割引価格となりますので、詳しくはサイトの方をご覧ください。こちらの動画の概要欄に兵庫県立美術館石岡英子愛デザインの特設ページの URL をつけております。よろしければそちらからチェックしてみてください。こちらの情報は2024年9月29日日曜日お昼3時確認分の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは不定期夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新ニュースを中心に配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。